こんにちは、ラット好きです。すっごくショックなことがありました。まあ、そのね、話はちょっと置いといて、先に、たなごちゃんがね、またね、結構増えました。捕まえられないときはね、本当にね、捕まんないんですけども、たなごのね、群れにね、ヒットするとすんごく取れるんですよ。で、12匹ぐらい、また新たに増えました。ね、すごく嬉しいです。ちょっとラッキーだったかな、その辺だけはね。はい。でね、ショックなことっていうのは、これです。カエルさんたちのね、ためのお魚たち、ものすごいね、突然死がね、いっぱいありまして、で、死んでる理由っていうのがね、尻尾とかが、ヒレがね、噛みつかれてちぎられた感じ？こっちはね、大した被害はないんですけど、こっちがね、ものすごい数がね、死んじゃって、ヒレがなくなるっていうね。で、原因がね、まあ、これが、あれですよ。尻尾がなくなっちゃった最近の子です。なんかね、すごいなくなっちゃうんです。で、原因がこれなんです。これ、ハゼ。ね、こやつがね、かじってました。これね、ハゼ2匹いたんですよ、水槽の中に。もう、大変です。次からはね、ハゼは絶対入れないように気をつけたいと思います。もうこの口でかじったんだよ、きっと。もうひどいです。なので、このハゼをカエルさんたちに食べさせたいと思います。これ、これ、この悪いやつ、食べてくれ。嫌みたいです。なんか、逃げてる。しょうがないから、ね、イエローくんに、食べてちょうだい。食べてちょうだい。なんか、ダメみたい。あのね、尻尾がなくなったね、お魚さんね、かなりいて、まあ、最近かじられたと思われるね、やつらはもう、まだ生きてるやつらはみんな食べさせちゃったから、お腹いっぱいっぽいんですよね。拒否ってる。顔が逃げてる。顔が逃げてる。なんか拒否の仕方がかわいい。なんだこのイレ君は。なんだこの顔。目まで閉じちゃってもうダメだね。で、食べてくれ。食べて。すげえ避け方。なんだ今の、シュッって。シュッ。嫌みたい。食べて。食べて。首振ってる。プルプルプって。プルプルって。目閉じちゃった。目閉じちゃったよ。食べて。プルってしたね。プルって。目閉じちゃってるね。目閉じてるね。ダメだこりゃ。しょうがないから、ウーパールーパーにあげます。食べて。後ずさりしてる。ダメかもしれない。まあ、見ての通りね、この子たちのご飯常にね、泳いでるんですよ、いっぱい。滅多なことがない限り、お腹空くことはないからね。ダメかな。しょうがないから、ジェット君にあげましょう。食べるかい？いりますか？いらないみたいです。
じゃあ、仕方ないから、このお魚さんたちにあげよう。これ、食べな。思いっきり避けてますね。うん、残念です。このハゼはただのゴミになるっぽいですね。はい、そんな感じですかね。ジェット君にハゼをあげようとしてる間にね、おじちゃんが寝てたのでちょっと触ってみる。かわいいね。かわいい。起きた。逃げるか？沈むか？なんか用ですかって顔してる。かわいいですね。そんな感じでね、そろそろ動画を終了にしたいと思います。ラスト好きでした。